はい。皆さん、こんにちは。マダリグリフィッシュです。では、今回は、デート病決断3パック記載がサタン版、冷凍機械戦シナリオの続きをやっていきたいと思います。グアム、サイパンと、まあ、順調に奪還してですね、いざミッドウェイに攻撃を仕掛けようとしていたさなか、アメリカ軍が機動部隊を再建してフィリピンに攻撃を仕掛けてきたので、これを撃退したというのが前回です。その後、撤退するアメリカ軍を追撃し、またね、ミッドウェイ近辺、まあ、中部太平洋までやってきたというところです。一度ウェイキーやマーシャルに入ってですね、艦隊の補給を行いながら、追撃を継続、ミッドウェイ攻略を準備していきたいと思います。では早速時間を進めていきましょう。まあ、ここでね、撃ち漏らした敵の空母を仕留めておきたいというのが絶対的な狙いとしてありますので、まあ、しっかりね、とどめを刺せるように、追撃戦も行っていきます。お、新山が、完成しましたね。これ生産のラインに乗せてもいいですよね。ちょっと新山は、石切り港に代わって、新しい陸上攻撃機の主力として、ラインに乗せましょう。はい。残念ながら追撃してたんですけども、敵の艦隊はロストしてますので、一度、港に戻して、補給を行って、いよいよミッドウェイの攻略作戦に取り掛かりたいと思います。はい。ではミッドウェイ攻撃を始めていきます。新しく編成した艦隊投入したいと思います。といってもですね、傷ついていた、昇格とシナノを回復させたものなので、まあ、心臓艦というわけではないです。まあ、ただ、正規空母2隻が新しくこのミッドウェイ攻略に加わってくれる。まあ、そういう形を演出できるので、ヤマト、ムサシ、ナガトの戦艦部隊。これはミッドウェイに突入。そして今ご紹介した昇格、シナノは、空母艦載機で攻撃。巡洋などの、まあ、既存のね、第3航空艦隊。さらに、軽空母のみで編成した第4航空艦隊。これらもね、艦載機を使ってミッドウェイに攻撃を仕掛けていきます。では、ミッドウェイ投攻略作戦、開始です。では、随格シナノから艦載機、出していきます。全147機ですね。そろそろですね、直営も飛ばさなきゃいけないギリギリのラインにいるので、今回が全力攻撃できる、まあ、ギリギリの距離かなと思います。敵の直営の数は135機。飛行場が3。なので、この飛行場をね、優先的に撃破していくのが重要かな、というところですね。まずはしっかりと飛行場を狙って、叩いていきましょう。守備隊もしっかり用意されてますね。はい、第一波攻撃の成果です。飛行場ちょっと削りきれませんでしたね。お、ミッドウェイの司令官はドゥーリットルですね。ドゥーリットル爆撃で有名なドゥーリットルがミッドウェイに司令官として着任しているようですね。波状攻撃仕掛けて敵の飛行場、直撃機、守備隊、無力化していきましょう。3つの航空艦隊を使っていますので、まあ一番火力が出る第3航空艦隊がね、一番、出足が遅くて後ろにいるんですけども、この後ね、これらも使って波状攻撃、とにかく波状攻撃ですね。これで削っていきましょう。では第2波攻撃仕掛けていきまーす。ここも全力攻撃ですね。まあ、飛行場を優先的に狙うというのも変わらずです。まだね、飛行場1個も潰せてないので、3つある飛行場を全部潰して、まずはね、制空権を確保したいという意図です。では続いて第3波ですね。この間にヤマト、ムサシ、ナガトはミッドウェイに突入させました。なので、まあ、艦隊による艦砲射撃も使いながら残っている敵部隊、敵要塞なんかをね、破壊して回りたいと思います。
なんとか飛行場を削っていってますね。規模3から1まで縮小をさせることができましたので、もう一撃加えてですね、飛行場を壊滅させたいと思います。ここも第4波攻撃ですね。ついに敵の直縁上げられなくなってるので、ここで飛行場を潰してしまいたいですよね。飛行場に向かって一直線で行きましょう。はい、飛行場完全に破壊しましたね。あとは敵の守備隊を空撃で削っていきつつ、陸戦隊を上陸させます。では続いて大和、武蔵、長門含む戦艦3隻、巡洋艦7隻、それに陸戦隊22ですね、これをミッドウェイに上陸させていきましょう。もちろんですね、艦砲射撃による揚陸支援も行いますし、艦砲射撃による敵の守備隊への攻撃も行います。まあ、しっかりこの辺りはね、敵部隊をね、削るというのをやっていきましょう。まあ、ミッドウェー攻撃。これはね、悲願でもありますからね。では、部隊を離陸させています。進撃していきましょう。で、ヤマト、武蔵、長門が突入して敵部隊を削っていますけども、航空艦隊からもですね、陸戦隊を投入していきます。これで敵部隊を壊滅させていくと。まあ、そういう狙いですね。はい。最後は陸戦隊を追加で投入して、ミッドウェー基地、ドゥーリットルの守る、要衝を占領することができました。まあ、アメリカ軍のね、空母艦隊、ランドルフ、ヨークタウン、取り逃ししてますけども、このミッドウェーの防衛戦にも出てこれないほどダメージを与えていたので、まあこのミッドウェー基地の攻略に専念することができましたね。そしたらこの後はですね、ミッドウェー基地で、まあ部隊、艦隊、損傷状況確認してですね、いよいよハワイ攻略ですね。それを考えていきたいと思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。